気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋へようこそ。どうも隊長でございます。さて、あだばなの館、今回やっていこうと思います。こちらなんですけど、去年2018年の11月末頃かなに動画を出していたシリーズでして、トゥルーエンドを動画で見たんですよ。で、その時はまだエンド分岐があるっていうことを知らなくてですね、後々知ったんですけど、コメントいただいて、ちょっと後でやろうと思っていたら、いつの間にかこんな時期になってしまっていたんですよ。で、明日、この動画出てるとき多分4月30日だと思うんですけど、明日から令和になるじゃないですか。そう、今日で平成最後なんですよ。いや、確かにね、平成にやり残したこといっぱいある。いっぱいあるけど、せめてこれくらいはやり残し回収しとこうよということで、平成最後のやり残し回収いきたいと思います。で、どうやら全員、殺戮すると、いろいろ、もろもろの説明は前の動画見ていただければ、わかるんで、それを全部省くんですけど、見ていただいて全然話すんですけども、全員殺戮をすると、トゥルーエンドになるらしいんですよ。で、逆に、全員殺戮できずに終わってしまうと、バッドエンドらしいんですよ。なので、とりあえずバッドエンドはいいから、トゥルーエンド目指して、頑張ってやっていこうかなと思いますので、ニューゲームでいきましょう。で、ここら辺はね、早送りってかカットで行こうと思います。どこが負けたのかちょっと覚えてないんだよな。一つだ、いくつかゲームをやるんですけど、殺戮ゲームを、その中で1回だけ嘘をつけるんですよ、自分は。その嘘をどこで使うかっていうのが多分鍵だと思うんですけど、一番最初で使っちゃったんだよね、動画本編でやってる時は。その嘘をどう使うかっていうのも考慮しながら、ちょっとね、やっていこうかなと思います。で、一番最初のゲームは確か勝ったはずなんで、それはカットでいいかなと思うんですけど、結構セーブ残ってるな。じゃあ1個開けて10からしようかな。ということで、頑張って次のゲームを、まず1個目のゲームを嘘をつかないで勝ってみるっていうのを頑張って次行きたいと思います。とりあえず早送りが勝ったかちょっと分かんないけど、なんかしてる。はい時飛ばし。よし、嘘使わないで勝ってたぞっと。なんか若干重いんだよな今日、なんでだろう。石山先輩さよなら。さよならってまあいいや。ということで、次だよ、肝心なのが。次のゲームがね、ちょっと頭使うんですよ、いっぱい。そう。で、ここでセーブをし、上書きでいっか。ここからが問題。このキングスゲームがね、めちゃくちゃ大変なんですよ。これね、一回ね、オフで適当にちょっと練習ではないけど、して勝ってはいるんで、どうかなとは思うんですけどね。でも、それちょっと少し前にやったから、1週間くらい前にやったから、ちょっとはもう覚えてないんだけど、絵画が一番高かったはずなんだよな。OK。かけるもの、最初石をかけて、で一番弱い平民を出す。そうすると一緒になる。 OK、ここでね、こっちが勝っちゃっても意味がないから、
ここで質問、ジョーカー。イエスと答えれば出せない、ノーと答えれば、あ、じゃあイエスと答えれば出さないといけない、出せない。ここどっちでやってたっけな覚えてねえな。イエスだったはずなんだよな確か。イエスでジョーカーを出すで、一番安いのがどれだったかな。書籍、安いものをここで渡しておけば、ここでジョーカー出さないといけない。 OK、で、かけるものをとりあえず見とく。はい、書籍をかけ、書籍いくらなんだよだから ここでとりあえず絵画出しとく。絵画出しといて、残ってるのが相手が王様、騎士、へい、王様と騎士とジョーカーが残ってるのか。騎士あたり出しとくか。おー、分かった。で、指輪出しといて、で、向こうと出す、残ってるものが一緒。王様出しとくか。あ、勝った300万。これで多分こっちは負けるから、さあこれでどうすか。あ、勝った一発勝利だよ、やった。よって結果はクレハ様の勝利。もうこれ声覚えてないけどちょっと読むわ。残念だったわね、ゲームはゼロちゃんの負けよ。というわけで覚悟はいいかしら。いいわ。ゼロちゃん、そんな、どうして、どうしてゼロちゃんまで。気にしないで海、私はやれるだけのことはやった。何よりこれがあなたじゃなくホッとしている。そんな、そんなこと言ってるじゃないよ。ゼロちゃんには死んでほしくない。私が、代わりに私が。それは絶対にダメよ、海。ゼロ、これレイちゃんだったはず。そういえば、レイちゃん。私が死ぬのはどうでもいい。けれど、あなたは絶対に死んじゃダメ。忘れないで。あなたは絶対に生き残って。たとえ他のみんなが死ぬことになっても、絶対にあなただけでも生き残って。レイちゃん。大丈夫よ、海。私はあなたが生きてくれるのが何よりも嬉しいから、死ぬのは全然怖くない。それに、本当のあなたは誰よりも強い。私はそれを知っている。あなたならきっと生き残れる。だからお願い、約束して。必ず生き残るって。うん、分かった。私は絶対に生き残る。え、それを聞けて満足よ。これでもう思い残すことはないわ。あなたがいたから私はここまで生きてこれた。だからありがとう、ユミ。バイ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 って辛辣すぎる。最後に、神様、他のみんなは殺されてもです。だからどうか海だけを生かしてください。海を生かして、生きて、生き残って、勝って、生きて、海。ごめんなさい、別れ話もちょうど済んだみたいだったから思わずやっちゃった。それにしても相当気持ち悪いやつだったわね、こいつ。この海ってやつを生かすためなら、私以上の殺戮をやってのけそうね。いやー、レイちゃん。
そっか。まあこんなもんだよな、人の死って。けどレイちゃん最後まで変わらなかったな。最後までか。俺も死ぬ瞬間はどうなんだろうな。このままなのかな、それとも。ま、死んじまったものはしょうがねえし、次のこと考えようか。どうせすぐに次のゲームが始まるんだろう。そうね、すぐに次のゲームの用意をするから期待してて待っててね。はーい。で、次があのオレンジ頭くんの勝負なんだけど、あれ位置固定なのかな。ちょっとごめんね、前の動画ちょっと見返してくる。はい、ちょっと見てきたんだけど、右下だったね。そこをとりあえずやればいけるかなと思うんだけど、ちょっとわかんないね。まあ、固定なのかどうかわかんないから、とりあえず早送りかカットか時飛ばし。ああ、一生なんだね。よかった。で、これは二人の死体、岩山先輩、前動画でやった時は岩山先輩しか死んでなかったから、岩山先輩の死体を使ってたけど、今回はレイちゃんの死体もこれ使ってるってことでいいんだよね。2箇所から出てなんか変、ごめん2箇所刺してないんだけど、死んで仲間の死体をフェイクとして使っていた。はいはいはい、っていう感じで、まあね、ここは前もクリアしてるからサクッといきましょうか。はい。で、問題が次なんだよ。次がね、海ちゃんがね、海ちゃんと確かじゃんけん勝負するはずだけど、それがなんかすごい嘘がないと勝てないんじゃないかっていう、そんくらいめんどくさかったはず。じゃんけんカード、これちょっと覚えてねえな。じゃんけん、はい、グーチョキパーの一つずつある特殊なルール、3枚以外の特殊カード、出せば素晴らしい点でした。じゃじゃぴゃっちゃ勝利確定という文字通り、グーパー出しても特殊カードは、はい、ぶつかった場合のみはいこう。なるほど。で、最後の試合は結局嘘をつかなくても勝てたので、ここで嘘を使っちゃいましょうか。もう飛ばそう。これは前の動画で読んでるからね、読みたい人はぜひそっちでね。さて行きましょうか。その前に私が宣言します。最初の勝負で私はグーを出します。は？って、はい。で、ここで確か特殊カード出してくるんだよ、確かこいつ。だからこっちも特殊カード出さないといけない。はい、ほら。よくもまあその感じで平然と嘘をついたわねと。で、特殊カードを結局消されちゃうから、ここから運なのかな、これって。グー。あ、勝った。あれ？結局これ嘘ねえんだ。ここ二択だぞ。チョキ出した向こう、グーとパーが残ってる。グーにとパーに勝てて、つまりこっちパー出した方がいいんだけど、そうだ、パーだな。チョキですかって言って、あ、そう、ここで嘘つかないとアイコレなっちゃうから嘘つこう。 OK。こういうことだよな、きっとこのゲームのやりたいことは。というわけで残念だったわね、ゲームは海ちゃんの負けよ。それじゃあ今度こそ死んでもらうけれど、心の準備はいいかしら。 いえ、私は屈しませんよ、絶対に、あなただけには。は？が
私の首を。ゲームには負けましたが、そんなのもどうでもいいんですよ。勝とうが負けようが、あなたを殺せばそれでいいじゃないですか。盤面ごと壊せばゲームもクソもありません。殺します、あなたを。何の迷いもない。みんなを助けるため、私は今ここであなたを殺す。こいつ、最初からこのつもりで。この話せ。なんでよ、さっきから胸を何度も突き刺してるのに、なんであなた死なないのよ。言いましたよね、私はもう諦めない。絶対にあなたには屈さない。たとえここで死ぬことになっても、私は最後まで諦めない。あなたに勝つ、あなたを殺す、みんなで生き残る。ざっけんな。ゲームでもルールは絶対、あんたは死ぬのよ。絶対に。関係ありません、だって私は諦めませんから。こいつどこまであの時と同じことする気なの。緑。はい、お嬢様。頭飛ばしてる。ああ、まったく、本当に最後まで手こずらせてくれて。嘘だろ。お前なんで首がないのに、なんで手が動いて。死んでなお諦めないっていうの。申し訳ありません。さすがにここでのルールに反するので、ゲームに負けて相手を殺すのはなしということで。いやー、それにしても驚きましたね。死んでなおあそこまで行動できるなんて。あんた、それ分かっていたならもうちょっと早く助けなさいよ。これは失礼いたしました、お嬢様。それにしてもあいつ、死んだのならきちんと死んでおきなさいよ。本当に最後までひまいましいやつだったわ。たまげたな、人間ってあんなことまでできるんだな。さすがのあんたに、あんた周りにはちょっと焦ったんじゃね。そうね、けどあれはあれで楽しませてもらったわよ。それじゃいよいよゲームも次でラストよ。それが終わったら正真正銘最後の生きるか死ぬかの殺し合いを始めるから、楽しみに待っていてね。いやー、怖えわあいつ。で、次もね、じゃあ次はね、結局動画で勝ってるんで、ちょっと動画見返しながらちょっとやっちゃいますね。ちょっと見返してきますかと。はい、ちょっと大体見直してきたんで、ちょっとやっていこうと思うんですけど、その前にね、ここ見られなかったものいくつかあったと思うんだけど、あ、3まで見られるようになってるね。ちょっとこの辺見返してみようか。ガモ、読めないな。読めねえな。明るく素直な少女であり、そのため友人も多い。森川し、あれ、これ、雫？ちょっと待って。ゼロとかレイとか言ってたけど、雫？ごめん、もう全然覚えてないわ。とは、小さい頃からの親友。また、砂の陸とは高校に入ってから付き合い始めた。はい。小さい頃に父親と母親離婚し、今は母親と二人暮らし。父親に関する思いではなく、今は一緒に暮らす母親のためにいい大学を出て、いい仕事に就くのは夢であると言いながら死んじゃったけれども、さっき。その2。小さい頃、自分を可愛がってくれた兄の存在をぼんやりとだが覚えている。そのためか無意識に他人に優しくしようとする彼女の性格が兄に影響を受けたものである。そうした彼女の優しさと同時に優しさでもあり、いじめにやっている子を真っ先にかばったり、事件に巻き込まれている子がいたら前まで助けに行く。その後、自分に被害が入ってくることを考えないし、それを二の次にしても他人を助けようとする行動は、彼女が持つ異常の片鱗で待った。ここが確か読んでないんだよな。人は絶望的状況に移されたとき、二つの反応を示す。膝を折るか立ち上がるか。浜平海はその後者に値するが、それが異常すぎる人物でもある。絶望から立ち上がった彼女は、何が起ころうとも相手に屈することはなくなる。その上で、仲間や友人を絶対に助けるという信念を実行する。ファイル2にも記した通り、その後に自分が帰ってくる被害やリスクなど、その一切を考えない。試みない。
極論自分が死んでも他者を救うための行動を取り続ける。彼女の恐ろしさは死んでまでそうした希望を捨てないこと、あるいは死んでもなお希望を捨てない。クレホを負の側の異常者とするなら浜平海は正の側の異常者である。なるほどな。ソラ君の3はこれは4なのか。これの3は読んでなかった気がするんだけど、軽く親友同士家が近いことの打ち切りあって、はい、骨は切りで見ても非常に高いが、なかなか心開かず海だけ、友達は海だけ、海だけちゃんってなんや、ね、幼い頃両親に虐待を受けたのでそれを見つけたのが海、はい、あざを伏しのた事件が発覚、何をあっても助けようという決心をした。でここでここが確か読んでなかったはず。彼女が海に抱く感情は友情以上の愛情であるが、彼女はこうした自分の思いが向かわれるの全く望まない。仮にそうした場面が訪れたとしても彼女の方からそれを拒絶する。なぜなら彼女にとっての幸せとは海と結ばれることではなく海が幸せになること、自分と一緒になる以上の幸せがたくさんあることを彼女は知っており、何よりも自分では彼女に幸せな人生を与えられないとわきまえている。彼女が注げるのは海に対する愛であり、そこに自分が含まれることでことはなく、極論海以外はどうでもよく、海のためならは霊なのか雫なのかわからないけどは、ここに集まった全員を皆殺しにしてもいいと思っている。海のためならそんな、それこそどんな手段も厭わず、彼女にとっての何読めないとは海という絶対しかない。他の価値など自分と同様読めない、ちりほども思っていない。その愛にかける思いの量はまさに狂気と呼べる域でもあった。なるほど。これけこの子人と先輩は1しかないのかな、まあ、とりあえず読めるものは全部読んだね。行こう。さてここはもうやったので、早送りかカットかわからないけど時飛ばし。OK、 これで全員殺戮ができたぜ。残念だったわねリク君、そういうわけで覚悟はいいかしらっと。そうか、そういうのうわーやめろ、助けてくれ助けてくれまあここら辺はね前読んだ。じゃあな。で、あれ、もしかして今ので私全員皆殺しにしちゃった？やったー！終わったぜ、やったぜ。あれ、ここであれかな、リック、あ、読める。ちょっとチラッと読んでいこうか。平凡、親友の関係、普通の人生を送っている。はい、2。恋人関係、海ちゃんとは恋人関係。はい、普通を取り残してる。異常なほどに平凡。はい、ここ。彼は平凡であることを望んでいる異常者である。彼にとって平凡や普通であることが世界のルールであり絶対であり、その価値観こそが全てである。彼は異常事態に巻き込まれても決してそれを受け入れない。これは現実を認識しない逃避とは異なり、異常な状況下であっても普段通りの自分を貫くということ。そうした異常事態を切り抜ければ彼は再び昨日と何も変わらない平凡な日々を繰り返す。その過程で自分の親友や恋人、親兄弟が死のうともまるで何もなかったかのように平凡な日々を繰り返すだろう。なるほど、とことん平凡な人間っていうことだね。あ、ちょっと待って、他のキャラは結局この辺は、あ、出てる出てる、読んでこう。あ、ごめん、ちょっと待って1から読んでいこうね。はい、リック、ソラとは小さい頃であり友達同士、はい、3人で、これといった特に目立った経歴や特徴もなく不良ぶっているだけであり正常な人間だった。はいはいはい、つまんなかったから先に殺したのね。リクやソラがどことなく普通とは違うことに気づいていたが、見て見ぬふりをしていた。それはシンジにとって2人が友達であったためである。あ、それだけまあ特に説明することもないんだろうな。余談だが、リクはシンジにある種の憧れを抱いていた。それはリクが求める平凡さが本当の意味ではシンジにあったからである。
あー、なるほどね。石先輩、3年生生徒会長、はい、すごい人すごい人で終わっちゃう。先輩、結論から言えば彼は異常者であった。それは負の方向ではなく正の側における異常者。彼は自身が犠牲になれば他人が助けられるのであればそれを迷わず実行する狂人である。本来人は自分というが第一であるのに対して彼は他人を第一に考える。彼は自己という天秤が完全に壊れた人物であり、その優しさはもはや狂気の域であった。はいはいはい。彼がそうした他者への優しさにとらわれているのは幼い頃に別れた妹を救えなかった後悔からであった。それは両親の事情であり彼自身には何の落ち度もないのだが、それゆえに彼は泣き叫び別れる妹の姿を忘れられなかった。他人の涙を見るくらいなら自分が犠牲になる。いつから彼のこうした考えが確立されたのかは謎だが、彼の優しさが狂気の域に近づいたのはそれがきっかけであろう。この時生き別れた妹こそが浜平海であり、彼は学校で彼女と出会う前からそのことを知っており、彼にとって海とは文字通り自分の命を投げ出してでも救わなければならない存在であった。まあ初っ端から気づいてはいたけれども、やっぱそういう感じだよね。はい、エンディングいこう。あ、やったー、クレハちゃん見事に全員見残しにしたよ。おめでとうございますお嬢様。これにてお嬢様の殺戮賞の完了ですね。そうね。で、これでゲームの内容はクリア。私の勝利ってことでいいのよね、みどり。はい、このゲームの勝者はお嬢様です。では、お望み通り。え、私を生き返らせてもらう。お前死んでたの？お前死んでたの？わお。そうだったのね。クレハちゃん死んでたのね。すごいわね。これでちゃんと生き返ったわけ？はい、お嬢様は生き返りましたよ。場所は適当な場所に飛ばさせてもらいましたが。そう。それにしてもあいつら本当に気づいていなかったのかしら。私を含めて全員すでに死んでいたことに。普通自分が死んだことに気づいた幽霊なんて幽霊になりませんよ。死んだと気づいていないからこそ幽霊になるんですから。それはそうだけど、私は覚えていたわよ。ちゃんと直前の記憶や自分が殺された瞬間のことまで。それはお嬢様の精神が普通よりも強靭だったからですよ。あるいは死に近い生活を送っていたおかげでしょう。それで死因は何でしたっけ？言わせないでよね。連中を公園で見かけて、そのまま全員を拉致、私の館に監禁して一人ずつ順番に殺戮していこうと思ったのよ。それで全員殺したと思ったんだけど、あの海ってやつが死んでもなお抵抗してきて、それで相打ちになったのよ。それで悪魔である僕が呼び出されたんですよね。お嬢様を含めた皆さんの大量の血と死体が僕を召喚する、触媒となり、生き返らせてくれという願いを叶えるため。ですが悪魔である僕が叶える願いは一つだけ。つまりは一人分の命のみ。誰を生き返らせればいいのかわからなかったので、僕の悪魔なりのゲームで選ばせてもらいました。あの場で全員をバトルロワイヤルにかけてもよかったのですが、お嬢様以外記憶がなかったみたいですからね。みたいね。連中の記憶は公園で私にさらわれるまでだったみたいだし。だから記憶のある私があんたの要求に従って死災さぶってデスゲームという名のバトルロワイヤルをしたんでしょ。はい、その件に関してはお疲れ様でしたお嬢様。何がお嬢様よ。羊ぶってその羊ぶってその実は私を利用していた真の黒幕じゃないね。今だから聞くけど、結局その願いって誰の願いだったの？少なくとも私じゃないわよね。そんなこと思う暇なかったし、多分あの時死にかけていた誰かよね。さて、あ、そうだった。さあ今となってはどうでもいいではありませんか。誰が僕を呼び出したかなんて。生き返らせてという望みは叶えたんです。目の色が変わったんです誰を生き返らせようとも結果として望みは叶ったんですから十分でしょ。さすが悪魔といったところかしら。結局今回のゲームで一番楽しんだのはあんただったってわけでしょ。さあ否定はしませんよ。僕は自分が楽しめる形でその人の願いを叶えるだけです。それでどうします？お嬢様、あなたもすでに僕の力で生き返った以上、僕とはすでに契約関係にあります。
無論お嬢様が死んだ際にはその魂は僕がいただきますよ。別にいいわよ。私は自分が面白おかしく殺せればそれで満足よ。何よりも言ったでしょ、あんたと組んでの殺しはこれ以上ないほど刺激的だって。それではお嬢様。ええ、改めてあんたと契約するわ、みどり。そして私が生きてる限りあんたと一緒に最高のデスゲームを続けてあげるわ。ええ、楽しみにしていますよお嬢様。あなたが負けるその瞬間まで。なるほどね、そういう感じだったんだ。はい、ということで、アダバナの館、平成のやり残し、なんとかね、やり終えることができました。いやー、これでちょっとね、モヤモヤしてたんですけども、すっきりしました、よかったです。これとね、前の動画でも一応言ったんですけども、前の動画っていうか、これのね、アダバナの館の今出してる前の動画ね、でも言ったんですけれども、この次回作としてアダバナの館赤、あれは紅なのかな、多分赤かな、わかんない、赤、そしてアダバナの館青っていう2種類が今のところね出ているので、そちらもね、機会があればぜひ遊ばせていただこうと思っておりますので、そちらもぜひ、よろしくお願いいたします。あと、バッドエンドはね、僕の動画じゃなくてぜひ、ね、皆さんの手で遊んでいただければいいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。まあね、全て見せちゃうと、ね、つまらないので、今回、ね、トゥルーエンドと通常エンドのみで、僕の動画締めさせていただきますので、ちょっとね申し訳ないんですけれども、よろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良ければ、この動画の高評価と僕のチャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたしますね。令和になっても、年号が令和になっても、まだまだ動画続けていきますので、明日からもね、ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回よかったらお会いいたしましょう。今回失礼いたします。それではバイバイ。